新デパです。こんばんは。今日も暑かったですね。今日は朝、郵便局に行きました。でもね、朝支度して出かけたのはもう12時とか、なんでこの一番一年の中で暑い時に私こんな外に出てるんだろうとか思って、本当に自分の計画性のなさをね恨みましたね。いつもねそんな感じになっちゃうの。だからめちゃくちゃ脳みそを使うときは、一日のうちに予定を5個ぐらい、入れるようにしてます。で、5個の予定を入れて、無駄なくね、ピュッ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 って予定をこなしているんですけども。今日はね、家から出ない日が3日続いた時、ものすっごい体が重たくなるので、今日は外に出ようかなと思って、出ました。でも、すごいね、一瞬にしてバテましたね。夏バテ、したみたいで、なんか鼻水がすごい出たから、昼寝しました。でも今日はプレミア配信をしようと思っていたので、8時には絶対起きようと思って2時間寝たんですけども、そう、プレミア配信っていうのは私2回やってるんですけど、それはプレミア配信になってるかどうかわかんないから。ちょっと誰か買ってほしいです。加工動画も売ってる状態にセットしてあると思うんだけど、それ、買えるのかどうか、ちょっとわからないんだけど。もし、それで、買えないですよ、とかなったら教えてほしいです。で、一応ね、2分遅れだったけど、今日もプレミア配信っていうのをやりました。ツイキャスで。やっていました。ということで、今日はですね、その前に絵を描きました。なんかね、今日スケジュール結構いっぱいこなしてるな。今日のミッション5個あったんですけど、それ全部ね、色塗り絵塗ったから、終わったらね、黄色の色鉛筆でね、塗るっていうのが、私の大好きな毎日のミッションなんですけど、今日もね、全部色鉛筆で塗ったんですよ。で、今日は、ちっちゃいキャンバスに、この間フライングタイガーで買ったちっちゃいキャンバスに、色を塗るっていう、色を塗るじゃないや、絵を描いたんですけど、最近は、私は、ものすごく頭の中をぐちゃぐちゃにしたいと思って、で脳みそをぐちゃぐちゃにしたいなと思って絵を描いてます。なので、ちょっといつもの作風と違うかもしれないけど、だいぶ脳がほぐれてきました。あとね、その後ね、焼きそばを作りました。これ見てください。これすごくないですか？画面に入らないぐらい。こんな顔ぐらいの大きさな。これね、うちで採れたね、
キュウリなんですよ。すごくないですか？これは種から育てたのかな？苗から育てたのかな？夫が育てたキュウリです。すごいでしょ？これがね、もう何本もできてるんだ、今年の夏。これを切った時にね、すごくいい香りがするんですよ。なんか、夏の香りなのか、なんか土の香りなのか、めちゃくちゃいい香りがするんだ。で、すごい美味しい。で、これはね、ゴーヤ。ゴーヤも、うちのベランダで作ってるんですよ。すごいですよね。ベランダは、私、自分でペイントして、なんか、プランターのなんか、セットとかしたんだけど、結局ね、それ10年前ですね。なんか続かなくて、その後夫が引き継いでくれてますね。毎日お水をあげているの。ということで、今日の日常の話でした。今日も見てくださってありがとうございました。バイバーイ。おやすみなさーい。